震と津波だったらば人間関係もお互いに放射の位置づけられてたんでしょうけど、やっぱり放射能に関してはやっぱりみんな平等じゃないかったからね。あれなんてもね、結局お嫁さんは都会からお嫁さんに来たんだけど、震災で避難したまま実家に行って帰ってこない、子供連れてで怖いっていう。乗り越えたっていうよりも、ここにいる人はもう帰ってきても、もともといる人はもうここで生活するしかないから、もう保証のでも何でも少々あっても、もうそれは仕方がないって言って諦めっていうか、もう生活するんだからそんなこと考えてもしょうがないからって言って、もう諦め半分でか、それしかないで、避難した人は何大丈夫だって言ってももうダメなんだよね。都会の人たちに行けばお金もらってるんでしょって言っていじめられって言って、まだ買ってどうしていいか分かんなくって、そのまんま、今政府では早くほら避難の家を、借りてる家を早く出ていけとかって強制的になって、昨日ととテレビでやってたけど、どうしていいか分かんないから自分の家とか探せないんだよね。政府は早く終わりたいから、もうそこを出ていけとか、その借りてる家を早く出ていかないと家賃を2倍払わせるぞっていう、昨日テレビで言ってたね。政府はお金はお金払えばいいって感じで、お金はあちらのほらまだ帰れないところはどんどんお金は払う、支給してるとかね、お金は出してるんだと思う。関係ない。でもお金もらってどう自分の運命決められない、自分一人でもないしねと思ってるから、ね。那东京人不知道这些事情。東京は東京で自分とこで作ってくれって言ったら何か考えてないの、安全なのね。